どうも、タカオヌスです。皆さん、星1キャラは使っていますか？星1は元のステータスが低いですが、ガチャで被りやすく、限界突破しやすいのがメリットです。今回は汎用性が高く、サークル戦でも通用するキャラを3戦選びました。星1のステータスの低さを考慮して、星4、星5以上の限界突破を前提に話しているため、あらかじめご了承ください。まずは水橋パルシーです。壁役に困ったらパルシーを育ててみてください。クールダウンタイムが短い必殺、攻撃デバフ付きの奥義と必殺奥義ともにダメージ系なので、吸血鬼の本を持たせると自己回復ができて便利です。また、テンプは体力低下によるダメージ減少で、他のダメージ減少装備と組み合わせることでしっかり壁役をこなせるでしょう。ただし一つ気をつけないといけないのは、サークル戦の40周目あたりから敵が硬すぎてダメージが与えられず、吸血鬼の本だときつくなります。どうしてもパルシーを運用しないといけないのであれば、スピードナイフを持たせることである程度カバーすることは可能でしょう。次はチェンです。奥義、必殺、そしてテンプにより弾幕攻撃にも防御デバフがついており、防御デバッファーの代表格とも言えます。サークル戦後半になると敵の防御が硬くなり、防御デバフが重要になってきます。またチェンに関しては必殺のクールダウンタイムが8秒と短いため、アリスの礼服と必殺をトリガーとして発動する装備バフが非常に有効です。最後にウサミスミレコです。初心者救済、無課金救済アタッカーといえばスミレコでしょう。サークル戦でも頭数くらいにはきっちり入ります。スミレコはアルカではめちゃくちゃ優遇されていて、冒険の完全クリア報酬でもかけらがもらえるため、星6まで限界突破しやすく、初期星3の限界突破が進んでいないキャラを使うよりスミレコを使った方がマシといった感じです。アタッカーとしての性能も悪くなく、倍率が高い奥義、攻撃力の一部を引き継いだ分身を作るテンプ、若干運が絡みますが攻撃系のステータス上昇を引いた場合、強力な必殺と扱いやすいです。弾幕の秒間が8秒と装備による累積バフも活かしやすく、ライランのイヤリングといったアタッカー御用達の装備に適性が高いのも強みです。ただし元から秒間弾幕数が多いスミレコは、速度バフにより秒間弾幕を増やしても秒間弾幕数上限15までの伸びしろが少なく、攻撃速度バフが売りのアヤと相性が悪いので、この点は気をつけましょう。以上、参考になれば幸いです。